始まるよ。準備はいいかな？それでは117ページの基本問題か、まあ、118ページの途中までですね、これについての解説を加えます。これですね、提供権に関しての、理解を問うものです。テキスト111ページから116ページまでの内容ということになります。で、内容がですね、少し多かったので、分かりかと思いますが、提供権というのは、今まで学習した留置権、先取り特権、質権と比べるとですね、実際に実務的に非常によく使われているということもあって、学習する内容がですね、ちょっと多くなると、そういうことでございます。ということで早速117ページの1番から見ていきましょう。次の文章のそれぞれの括弧に入る、最も適切な用語を挿入しなさいということです。で、民法369条1項は、抵当権者は債務者または第三者が専用移転次第で債務の担保に供与した不動産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有すると規定していると。で、このことから抵当権は何々担保だと、留置的効力がないとわざわざ書いてますので、非占有型担保なんて言い方するんですかね。ここですね、111ページの30行目のところに非占有型担保とこういう形にします。まあこの時だけそういう言い方するわけですね。であり、まあこう質権との対象でよくやれるんですね。であり、かつ何々にある担保物件だということになりますということで、だから留置的効力がなくて、かつ、何々があるんですから優先弁済的効力ですか、優先弁済効あるいは優先弁済的効力とのある担保物件であるということが分かります。で、抵当権設定は抵当権設定契約の効果として発生する何々物件だということが分かります。つまり契約の効果として発生するわけですから、約定担保物件ということも入れるのが素直ですかね。まあ、このあたり111ページの30行目前後にですね、ごしっくり書いてあります。まあ3番なんか書き方いろいろあるかもしれませんけれども、まあ抵当権設定契約の効果として発生するというような、このあたりから見ていただけると分かりやすいかもしれません。そのあたりをヒントにしていただいて、まあ、最もですね適切な用語ということになりますので、それに準じる言葉というのはあるかもしれませんが、全く関係ない言葉言っちゃうんですよ。ここ担保物件とか言ってもですね、抵当権設定契約の効果として発生する担保物件、そういう意味じゃなく、まあそれでも文章通じるかもしれないんですけども、まあできれば約定担保と入れてほしいですね。で、この時に単に担保物件と書かれたらどうするかなんですけど、ちょっと悩ましいですね。やっぱ法律のこうやって習熟度を確認するというような意味で使ってますので、答えが複数ありるということと、それから本当に書いてもらいたいのが何かということとの間でですね、なかなか答えが絞れないことがあるのは、問題作る僕は悪いんですけどもね、でもどうしても法律の問題ってそうならざるを得ないとかあるんですので、まあ、そこは注意してください。はい、続けて、最も抵当権の設定によって目的物の占有を抵当権者に移転したということは、抵当権の存在が合意のみでは第三者に公示されないことも意味しますと。そこで抵当権設定契約には、まあ公示とかですね、まあ通常はまあ登記ですか、そういう形しますかね。テキストの方どう書いてましたかね。まあ抵当権設定の登記というような書き方してますね。なのでまあ抵当権設定には抵当権設定の登記ですか、あるいは登記とかっていう、まあ、書き方するのが素直かなと思います。ということで2番です。担保物件はある程度の共通性を有した性質が認められますと。例えば担保物件の何々とは、担保権者は、非担保債権の全額の弁済を受けるまでは非担保債権の全額について当該担保物件の効力を及ぼすことができるという意味だというようなことで、これ112ページの担保物件一般に認められる性質といって、全部が全部認められるということにならないんだけども、ある程度の共通した性質を示すために、例えば不可分性とか物上代位性とか不従性、随伴性なんていう言葉が、工学上、学問上ですね、呼ばれるということです。で、まあ、この中で、まあ、見ていただければ、1番の不可分性という言葉がですね、のこの定義ですね、8行目9行目あたりから出ているこのゴシックの内容を見ていただければ、ここが、まあ、不可分性という言葉を入れるのが素直じゃないかと思います。
それから2番とは、当該目的物の売却、賃貸、免失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても当該担保物件の効力を及ぼすことができる性質と言いますということで、これ、同じく112ページに戻っていただきますと、これ物上代性という言葉の意味だということがわかるかと思います。ですが、担保物件の成立には非担保債権の存在必要とし、当該非担保債権が存在しない限り担保物件はまた成立しませんと。C、同様に、当該非担保債権が消滅すればそれに伴って、担保物件を消滅するという性質を担保物件のということで、まあ、順番通り書いてあったので分かるというのは教育的にいいのかどうか分からないんですけど、まあ、不従性という言葉が入るのが素直かと思います。はい、続けます。さらにはと、非担保債権が譲渡されると、それに伴って担保物件も移転するという性質を担保物件の何々と呼びますということで、まあ、これ随伴性という言葉を入れるのが一番素直かなと思います。はい、続けましょう。3番です。抵当権が一旦登記されると、原則として後から設定された担保物件が優先することはありませんと。で、このことをと何というのかというと、このあたりですか。抵当権設定登記を持つ意味ですか。この辺ですか。ん、どこだ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 。この辺ですかね。114ページの順位確定の原則25行目あたりと114ページの32行目あたりですか。やります言葉ですか。後から設定された担保物件を優先することが原則としてないというのが、これが、順位確定の原則と呼ばれるものですね。これ原則としてそうなります。だから順位確定という言葉を入れるのが一番素直かと思います。はい、2は、それからこれに対して、例えば一番抵当権の非担保債務の全額が弁済されると何々の原則により一番抵当権も消滅しますが、その後には2番抵当権の抵当権が1番へと順位上がりますで、このことをということで、これ順位、昇進の原則ですか。順位昇進の原則で、このことを、ごめんなさい、何々の原則により一番抵当権消滅するというのは、これはここですよ。112ページの不従性です。不従性で、不従性の原則によって一番抵当権消滅するけども、で2番抵当権が一番抵当権に順位が上がっていくんだということで、このことを順位3番が順位昇進ということになるでしょうね。そういうことです。はい、続けましょう。4番です。一般に、強制執行には何々が必要となりますということですが、これどこだ。一般に、ここですね、113ページの、29行目で、債務名義という言い方するわけですね。これは権利一般の、権利一般に関してですよ。その時には、強制執行するためには、債務名義が必要となると。しかしながら、不動産担保権の実行にあっては、確定判決によることができる。これはもちろんなんですけれども、何々の提出によっても開始することができるということで、115ページ。なぜ、その、抵当権、よく使われるのかというのはここなんですけれども、これが、登記事項証明書ですか。登記事項証明書ですね、ここには。登記事項証明書によっても、執行ができると。これが、担保物件の持つですね、抵当権の持つ非常に大きな、メリットなわけですね、権利者からしてみるとね。そういうことでございます。はい、続けましょう。118ページの5番です。債務者が非担保債務の債務不履行に陥った場合、抵当権者は執行裁判所に対して担保権を証明する書類を提出することによって不動産担保権の実行が開始されることになります。これには、担保不動産を競売してその経絡金額から手数料等を差し引いた額を非担保債務に充当する何々の方法によるほか、現行法では担保不動産から生じる過実が非担保債務の解消を図る方法では何々執行という方法を認められているということですが、これ、115ページですね、担保不動産競売、それから担保不動産の収益執行と呼ばれるわけです。なので、1番が、競売とか担保物件競売、担保不動産競売とかですね、まあ単なる競売でもいいと思いますけども、不動産競売とかでもいいかもしれません。で、2つ目が、まあ担保不動産収益、あるいは収益だけでもいいかもしれませんが、まあ担保不動産収益とかね、そういう言い方が素直かなと思います。それから、6番ですね。
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する程度権、これのことを何というのかというと、まあ、今までやってきた一般程度権とは違って、これ116ページですね、寝定等権というわけです。寝定等権と言います。で、寝定等権は普通定等権と異なり、非担保債権の額は変動し得る点に特色がありますと。ところが、寝定等権設定の際には何々の定めを置かなければなりません。これは、どこまで、最高どこまでなんだということで、これ極度額というんですか、116ページの28行目あたり、極度額の定めというやつですね。極度額と書くのがいいと思います。の定めを置かなければなりませんから、これによって公住院定等権者との間利益調整が図られることになります。したがって寝定等権は、何々があるまでは、非担保債権が変わりうると予想されている。どの段階で額が定まるのかというと、確定ですね。確定です。だから、確定があるまでは、確定と書くのがいいですかね。ここ言葉としては、まあ確定ですか、ですかね。確定があるまでは非担保債権、非担保債権が変わり得ることが予想されてますから、担保債権の何々については否定されることになりますということで、不従性ですか。この不従性については、確定前の寝定等権に関しては、まあ否定されることになってくるんだと、こういうことでございます。